こんにちは、FC 町田ゼルビアフィジオセラピストの吉武です。今回は背骨をひねるストレッチをお伝えします。まず姿勢はお尻をかかとにできるだけ近づけてもらい、右の手を少し前に出します。左の手を右手と右足の間に回して、ここから覗き込むようにぐっと背骨をねじります。この時にお尻ができるだけ浮いてこないように注意しましょう。もう一度戻ります。戻ってこちら腰はできるだけキープして、左手を回しながらぐっと顔も覗き込むようにしましょう。できるだけ大きく動かしてください。